こんにちは。アマゾンサポーター、堀秀夫です。今日は会員さんの売上報告でね、ちょうど半年、今年の3月11日にサポートを開始して、9月10日、売上が1万650ドル、ね、平常時でも1万ドル超えましたというね、ご報告をいただきましたんで、その事例をご紹介します。プライムデー、7月の時にもね、1万ドル超えたんですけど、プライムデー終わって平常時でも1万ドル超えられるようになりました。ちょうど半年終わってね、引き続きサポートを受けてくださり、10万ドル以上、今度はね、目指しますということです。で、0から1万ドルにするのと、1万ドルを10万ドルに増やすの、どっちが難しいかというと、実は0から1万ドルの方が難しいです。10万ドルはね、その10万ドル、1000万ぐらい、年間1億2000万ぐらい、売り上げて、2000万、あるいは3000万のね、所得を自分は取れるというね、イメージが普通にできる方だったら、難なく達成可能です。そのようにサポートさせていただきます。で、ほとんどの人はね、多分、売上、月100万円で利益30万ぐらいでいいかなと思ってると思うんですけど、それはそれで、言う通りやっていただければ、簡単で、このようにね、達成してます、半年でね。そもそも、個別サポートの場合は、商品を何を買うか、どの商品を補充するか、いくらで出すか、ね、その判断は全部私がやってますんで、聞いていただければ、状況報告してね、何をやるべきか聞いていただければ、その通りに、するだけで、この結果が出ると。いうようなね、サポートをしています。もうかれこれ12年間こう物販サポートしてますし、もう何百というね、会員さんをサポートしてるんで、こうやればこうなると、売上こうやったら伸びないと、こうやれば伸びる、利益はこうやれば伸びるというのはね、ほぼ成功の道筋というか、こうすれば成功する、こうすると伸び悩んじゃうというのは分かりますんでね、遠慮なくどんどん聞いて、素直に実践していただければと思います。ほとんどの場合、売上伸びないのはね、大丈夫なのかな、あるいはね、こうした方がいいんじゃないのかなということでね、何か余計なことを考えてしまったり、あるいは手が止まったり、ね、私のアドバイスを一工夫して実行すると、そのまま実行すればいいんですけど、一工夫して実行するというのが原因になってますんでね、売上そういえば伸びないんだという方はね、遠慮なく状況をご報告いただければ、売上伸ばすべくサポートしていただきます。あと、この会員さんがね、すごい優秀なんじゃないかと、特段優秀なんじゃないかということでね、自分には関係ないと思ってしまうような話を聞きましたけど、確かに真面目に取り組んでいただいてます、素直にやっていただいてますけど、逆に素直にやっていただいてるってことは、私の言う通りやっていただいてるっていうことだけなんで、この会員さんが優秀か、そうでないかは、あまり、失礼な話というかなんですけどね、関係ないと。逆に言うと、素直に実践する賢さはあると。それだけで十分なんでね、素直に実践する賢さがあるってことは、逆に言うと、何も考えなくて、ただ言ったことやってくれれば、同じ結果が出せますんで、遠慮なくいろいろ聞いてね、実践していただければと思います。この会社のね、実践報告は、結構まめにいただいてたんでね、いくつも動画ありますんで、この記事の方ね、他にもご覧になって、なるほど、初めは、それほどスタートダッシュがいいわけではなかったなとか、ね、途中でやっぱつまずきあったんだなというあたりもね、確認していただければと思います。また、ご質問、ご報告お待ちしてます。アマゾイスサポーター、堀秀夫でした。